中日、眼下のチームはもはや相手としないほどの勢いがあります。川口を立てた広島にも1回ライアンの13号ツーランでド派手に先制。続いてこちらは2回、上から下までムラのない長距離砲軍団は中村が7号ソロ、ライアンにもタイムリーツーベースが出て出来は悪くなかったという川口を攻め立てます。そしてとどめはこの一発、快進撃中日そのパワーの象徴大砲がバックスクリーンへ、川口をノックアウトしてあまりある特大の14号をお見舞いしました。でこれで終わったと思ったら大間違いの猛攻さらに続くんです。2番手マウンドの高山からは立浪が序盤でダメ押しをかける5号を過ぎら、6回にも大砲の15号ツーランと梅雨の晴れ間に5本の虹をかけた中日、その先にははっきりと勝利が見えます。一方で先発今中は存分にキラーぶりを発揮して5回をパーフェクトピッチング、6回裏野林のヒットのゲッツー崩れでその夢は絶たれましたが、故障上がりの不安さをみじんも感じさせない好投を見せました。このままでは明日以降の展開にも大きく響きそうな得点差の中で、広島唯一の反撃は7回、今中に代わった2番手松永から野村がセンター前へ。ここで西山がレフト線を破るタイムリーツーベースでやっとこさの1点を返しはしますが、序盤の板ではあくまでも大きく、高笑いの中日に7連勝を許しました。広島から久々に1本打たれたら変わるぞって言われて、本当に打たれたら変えられたんですね。1人6月ね、全然勝てなかったんでね、やっとなんか仲間入りしたような感じです、こういうようなことになってるわけなんですが、注目の顔はドーンこういう風になっております。